境原街側にある、スズメ目鳥花園の西門スズメ目鳥花園の内部塩保街スズメ目鳥花園は、香港の旧流砂間隔にある公園である。境原街と元日下道、大指堂祭、塩保街に囲まれた地域にあり、左官拡大球場や、花居道に近い。公園内には、中国式建築が立ち並んでおり、面積は約3000平方メートル。正門は、 境原外に設置されており、園保街にも入り口がある。土地発展講師が2900万本コンドルを投じて1996年3月に建設を開始し、1997年12月13日に完成した。公園内には鳥や鳥籠、鳥の餌などの店が集中して存在し、鳥の愛好家のほか、一般市民や観光客も訪れる観光地となっている。 スズメ鳥花園の再建事業は赤色街、上海街再開発計画の一環として行われた。この計画は海外の環境の改善を目的としており、区画整理の後にランガムプレイスを建設している。再開発範囲内の行楽街、俗称、スズメ子街にあった鳥関連の専門店街は、当時から鳥の愛好家や観光客を引きつける場所として知られており、 この名所を保存すべく園保街に移転する形で、スズメ鳥花園が建設された。公園は休憩施設を除いて、70もの鳥の店が占めており、スズメ子街で行われていた商売をそのまま引き継いでいる。スズメ鳥花園は中国式となっており、そのシンボルとして、廃慮が立っている。公園は細長い形をしており、園内にある、道門は、 それぞれ異なる庭園を分けている。50以上の古木が生い茂り、道の両側には鳥を売る店が並び、鳥好きの交流の場となっている。建築にも特色があり、花崗岩の床、日光に映える、夕焼瓦の屋根、200余りにも及ぶ鳥の形をした、青白玉石の彫刻などが作られている。また、境原街の入り口付近には、和紙を描いた一枚の壁画が置かれている。 閉鎖時に掲げられた横断幕2004年鳥インフルエンザが香港でも確認されたため香港政府は公園内の衛生管理を徹底する処置を行った以下は当時の施策である2007年6月には両脳自然森治務所が検査した際に発病こそしていなかったものの 公園内の1店舗で飼育されていたムクドリの瓶から H5N1 型のインフルエンザの陽性反応が確認された。このため、すぐさま専門員が派遣され、店内で飼われていたムクドリなど300羽の鳥が深海、北動物管理中心まで運ばれ、科学検査を受けた。さらに6月17日からは、公園が全面封鎖され、消毒が行われた。 安文書も同時に洗浄を行ったほか、食物環境を守る聖書は、近辺の道路の清掃を行って、状況を考慮した結果、スズメトリ花園の再開が決定した。公園内の68人の店舗関係者には1万円以上の見舞金が支払われ、1ヶ月分の賃貸料も無料となった。再開は7月5日。公園内は全面禁煙である。 午前7時午後8時。ハットエンホガイスズメトリハナゾノカキョウボウギョスセボウ、ハンキンリュウカンスズメコガイ驚き、玄金リュウイマキフーエン大神荒い、スズメトリハナゾノ10回アーカイブド2007年9月30日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。